どこ行ったの？お願い出てきて。なくなっちゃったらやだ。おばあちゃんからもらったの。お願い出てきて。皆さんこんにちは。本日は大事なものをなくしてしまい、一人で探している女の子を見かけたら人がどのような行動をとるのかを見ていきたいと思います。早速ご覧ください。なんか探し物？どうした？おばあちゃんが手作りで作ってくれたキーホルダーがなくなっちゃったの。キーホルダー？おばあちゃんが手作りで作ってくれたキーホルダーがなくなっちゃったの。キーホルダーか。この辺でなくしたんだもんね。うん。死んじゃったおばあちゃんからね、もらったやつなの。死んじゃったおばあちゃんからね、もらったやつなの。そっか。ちょっと待って。絶対見つけないとね。せっかくおばあちゃんがくれたんだもんね。うん。うん。どこだろう。お兄ちゃん絶対見つけてるから。どんなやつよ。ピンク色のやつ。ピンク色。見つからないね。うん、ここら辺で落とした？うん、そこら辺。ここ。うさぎさんが書いてるやつ。どこ行っちゃったんだろう。うん。どんな形してた？うん、ここら辺。ここら辺。こっちの方って遊んでみた？ちょっと遊んだ。じゃあ一回だけ探しに行ってみよう。うん。近くのキューブラで、うさぎさんのピンク色の写真。がってあるやつ。うん。そっか。結構ね。どうして先ほどの女の子に声をかけてくれたんでしょうか。探し物をしてるからなんか困ってるのかなって思ったので声をかけました。あ、本当に困ってる姿を見てその思いのまま行動してくれたってことですよね。はい、ありがとうございます。あとなんか他になんか一緒に探してくれた理由ってありますか？私ももし家とかで大事なものをなくしたら家族と一緒に探していって、それでも見つからなかったら悲しいから一緒に探しました。あ、なるほど。自分のちょっと思いとか相手の気持ち考えて行動してくれたっていうことですよね。ありがとうございます。じゃあそしたら本当に温かい行動ありがとうございました、はい、すいません、ご協力いただきましてありがとうございました。まあ、あとは1人より2 2人で探した方が可能性が高まると思うので、まあ、もし困ってる人がいたら助けてくれるといいなって思います。なるほど、すごく心に響くことをありがとうございます。先ほど、はい、どうして女の子、探してる女の子に声をかけてくれたんでしょうか。なんか困ってそうだったんで、ちょっと声かけてみました。本当にもう困ってる姿を見て、はい、ただ単純にというか、姿を見て助けてくれたっていうことですね。そうですね。なるほど。ちなみになんか他に理由とかってあったりしますか。なんか何してるのって聞いたときに、死んだおばあちゃんからもらったキーホルダーって言ってたので、それはちょっと大事だなと思って一緒に探しました。なんか結構一生懸命に探してくださいましたもんね。はい、なんか本当にその行動がなんか僕たちからこう見てて、すごく感動したので、はい、いや本当にありがとうございます。ちなみに躊躇、探すのに躊躇はしなかったですか。しなかったですね。しなかったです。はい。もう本当に気持ちのまま。そうですね。僕も昔財布を中学生の頃からなくしたことがあったんですけど、その時に夜だったんですけど、サラリーマンの人とか手伝ってくれて、それ心強かったんで、その経験を生かしてじゃないですけど、ちょっと一緒に探してあげれたらなと思って探しました。なるほど。なんか過去の経験というか、はい、自分もそういう気持ちになったから分かるから。探してくれたって感じですかね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。いや本当に素晴らしく、はい、なんか温かい行動でした。ありがとうございます。どうして先ほどの女の子、探してる女の子に声をかけてくれたんでしょうか。そうですね。なんかこう探し物をしてるように見えたので、ちょうど時間もあったし、こう一緒に探したら早く見つかるのかなと思って、はい、声をかけました。なるほど、なんていうんだろう、もう優しさで動いてくれたってことですよね。そうですね。なんかこうおばあちゃんからなんかもらったものっていうことだったので、こうなんかその女の子の気持ち考えると余計に見つけてあげたいなって思いました。なるほど、本当に温かい行動をありがとうございます。いえ、とんでもないです。あとちなみに他に、はい、なんか探してくれた理由とかってもしあればなんですけど、何かあったりしますか。そうですね。私も。落とし物とかすると結構ショックなので、純粋になんかその女の子が困ってそうだったなって思ったので、はい、声かけました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ご協力いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございました。